爪とぎから解かないんだね。絶対離れない。あ、来た。はい、ジャン君、おいで。さあ、おいで。どうぞ。はい、はい、乗ってください。こっち持ち上げるよ。はい、はい、どうぞ。二刀流でいきますよ。二刀流の意味がさ、例えばバッターとピッチャーみたいに別のものっていう意味になってるけどさ、二刀流って刀と刀じゃない。そうだね、あれだよね、武蔵と小次郎の人が、ね、まあ一本は短いけど、うん、でも刀と刀だから、ね、バット2本で打つっていうのが二刀流なんだけどね。あ、違う、投げるだからボール2個投げることなの。どっちもダメ。何の話をしているんですか。おはようございます。ジャン君はブラッシングの後ちょっとトイレに入ってしまいましたが、でも心配するほどではなくなっていると信じています。ジャン君よろしく。ポンちゃん、ポンちゃん、大変大変、ポンちゃん、ポンちゃん、ポン。はい、お届け物プレゼントが届きました。ありがとうございます。ポンちゃんのお誕生日にこんなにいっぱいいろいろなものが入っています。まずは小さい、お、なんか取っ手がしがきになっている。かっこいいね。猫じゃらし、猫じゃらし遊ぼうね。後で開けるね。そして猫の足の柄の、よいしょ、開けて。あ、これはあれかな、ジャン君にあったかいってやつかな。ほうほう、ぬくぬく何やらみたいなことですか。ちょっと開けましょうか。よいしょ、よいしょ、あら、よいしょ、よいしょ。あ、そうだね、ブランケットかな。はい、 あったかい。じゃあこれはジャン君用だね。はい、上からかぶせますよ、これね。こんな風に使わせていただきます。まずはしょ、ポンちゃんのお誕生日なのでポンちゃんにかけてみようか。はい、これは何だろう。そしてポンちゃん今日は来ないの。あ、来る。あ、はいはい、はい、乗るよね、はい、そうだよね、はい、ポンちゃんも乗るんだよね。あのパキッて割らないようにね、ポンちゃん。そして圧縮されているクッションみたいなのかな。これもあったかシリーズかな。開けてみましょう。おお、やわやわ。なるほど、ブランケットもう一つ。あ、じゃあこれ、あ、ポンちゃん。あ、高いね。あら、ポンちゃん偉いね。なかなかなったね。そうだね。あれ？もう慣れてきた。偉いね、ポンちゃん。そしてポンちゃんへの冷たいだよ。はい、メインです。
とこれはポンちゃんお気に入りになるでしょう、はい、開けた途端乗るかな、そんな感じがするね、開けていいじゃんポンちゃん、はい、ポンちゃんのお誕生日のプレゼントいただきました、ありがとうございます。なかなかしっかりした、よし、ポンちゃんお乳だよ、よかったねポンちゃん、あ、来た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 、はいはいはい、はい、どうぞ、あ、喜びの冷たさ一番って思ってるんだよね、やっぱ新しいな、気持ちいいんだよね、ごめんごめん、びっくりした、集中してる時に触っちゃった、はい、いいねポンちゃん楽しい？はい、よかった。どうもありがとうございます。ちゃんと畳も。お乳はほんと気持ちいいんだよね、パンちゃん。いいね。はい。じゃあこれは後で遊んでるシーンも撮れれば撮ります。ありがとうございました。ありがとうございます。ウェイウェイ。ウェイウェイウェイ。ポンちゃんが寝れてます。あ、ごめんね。ポンちゃん、どう？いいねいいねいいね、なんかヒラヒラがついててさ、はいはい、ポリ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 ヒラヒラがついてていいね、はい、ポンちゃん、ジャン君、ジャン君、ポンちゃんがこれで移動したら爪研ぎ使えると思うけど必ず戻りますここに、はい、はい、いいねポンちゃん、うん、はいはい、で爪研ぎから解かないんだね、絶対離れない、あ、来た、でもジャン君、ジャン君ポンちゃん、そんなに爪研ぎがいいのかい、いいねポンちゃん、ちょっとここでじっくり味わいたいらしいです後で遊ぼうね、うん